明日もあるけど、とりあえず広島。終わったありがとうございました、来てくださった方。よいしょ。多分汗が冷えて寒い。小豆島の歌い出し素敵でした。え、ねえ、池ちゃんにね、わざわざ褒められたよ今日。すごくない？あの池ちゃんに、歌う馬の小豆島の歌い出し褒められた。小豆島行こうの、すごくない？イケイケゴーゴーに。めっちゃ良かったです、超好き好き好きでしたって。あそこすごくね、あのイケゴーに。そうだからちゃんとでも白状しといた。カラオケ配信で気にならない孤独を歌ったけど惨敗したって、難しすぎるよって。いつでもアンダー入れるように練習しとくねって伝えてきました。よいしょ。よいしょ。今日ママ2件しか来てない。そう、もうね、終わってもうなんかもうノアピが出れなくなるみたいな感じで、やばいやばいやばいみたいな感じでずっとやってて、今日やばいやばい、9時過ぎたらノアピ出れないよとか言って、もうめっちゃバタバタでした裏で。でかえ、もうアフタートークもやって片付けてって言ったさ、時間なくてすいませんね。明日は送ります。いや、ギリギリだったマジで危なかった。おしゅうなみたこじゅっこありがとう。とく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 たこ、あ、おいたん当たりこい。おい、おいたん当たりやつたこ当たった、当たりおめでとう。あかりちゃんすげえ、すごい、今日はいい日かもしれない。お疲れ様です、頑張った。ふう、普通にアンコールやると思った。あねえ、でアンコールの前にさ、高校はみたいなアンコール始まっちゃったからさ、みんなでさ、やばいやばい、ここではやらないんだよな、もう一回このくだりあるんだよなそうってなってた。そう、まあでもね、何回やってもいいですかはい、今日は広島2公演で頑張りました。もう朝から本当なんかもうみんながボロボロすぎて、体がスタッフさんがレッドブルを大量に買ってくるっていうレッドブルが支給されるレベルのね、かん、あのうちらの見え方だったっていう。はい、もう頑張りました、みんなに拍手。やばい現場優しいですね。はい、頑張りました。全然疲れ感じさせなかった。あ、よかったよかったよかった。今日 のテーマはこうストレートなんですけど、そう、まあ、7周年ということでね、ずっとちょっと派手な髪型とかポニーとか三つ編みとかしてたんで、でもなんか7周年ツアーだからこうやっぱ初心に帰ろうと思って、広島で
そう、初心に帰ろうって思って、なんか今日は初期型で行ってみました。珍しいよね、ストレート。意外と髪型見つけづらかったかな。ちょっと人多い時にやれる気じゃなかったかな、ごめんと思いながら。逆にレア、メイクさんに「え、福ちゃん?」って言われる。ストレート、え、ハーフツインとかではなく、ただのストレート、メイクさんに5回ぐらい確認された。写真に帰って頑張りました。ちょっとシンプルすぎて驚かれる。そうなんです。いやちょっとね、そうファンの人人数多い時だから見つけづらいかなって思って。ミューポン大丈夫ね、ちょっと心配だけど、明日は違うか、待って、明日山口だから神戸の子が来るんだ。明日じゃなくてよかったね。そう、でもなんかマイハもね、体調が悪くて、なっちゃんもねだったし、ちょっとみんなの体調が、私はノアミョンもね、ちょっと心配なんですけど、なんとか完走できたらいいなって思いますけどね。やっぱでも体調第一なので、なるべくこう無理しすぎない程度に無理して頑張ろうと思います。じゃあマイハは明日山口だから、うん、絶対頑張るって言ってたけど、その気合が多分熱出たりするから。あのもうね、でもマイハの素敵な姿を皆さん見に来てください。明日も当日券あるので、リコチとマイハとなっちゃん出身です。そう、こう研究生は神戸のメンバーが来ます。なんかもう昨日今日で痩せた気がする。私が頼もしい。いやもう私も今日寝不足で、みんな寝不足で、そうちょっと大変だったんですけど、さきちゃんもね、りさこちゃんもいたらねよかったけど、まあでも一回山口でイベント出てたもんね、6人の。さきちゃんも凱旋。前座ガールズちゃん、頑張ろう。ファンの皆さんも本当にあの来てくださって、あのたくさんねペンライトとかうちわとか、もう緑にしてよかった。ペンライト昔緑白だったんですけど、パセリとかぶったから緑に変えたんですよ。でなんか緑が結構浸透してるし、あの緑肝臓お疲れ10個ありがとう、頑張った、マジで頑張った、ほんまにもう泣きそうやった、あのきつすぎて。はい、楽しかった。あと緑がねペンライト見て本当になんか緑のペンライトがちょっとどんどん増えてきてる気がする。香川の時多いなと思ってくる、別に今回の広島も遜色ないぐらい、そうたくさんいてくださってめっちゃ嬉しくて、もうねあのハッピー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 チチ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 チハッピーハッピーハッピーです。ありがとうございます。明日の山口もね頑張るので応援よろしくお願いします。下手な時に楽ね。今日オリーブレモンやったんだけど、初めて配信で、あの配信見てくださった方、あの
勝手に四国観光、あのね、四国観光大使になったけど、ユニット名は勝手に四国観光大使なんだよね、まだ実は。え、青鬼足当たり、おめでとう。今日当たり率 100% 当たった、ありがとうございます、おめでとう。え、嬉しい、当たるんだ、ひらがなだから読みやすいわ。配信台、配信見た？そう、今日小豆島へ行こう、お、いや頑張ろう、わー生誕の2公演きついな、マジ頑張ろう、もうみんなが来てくれないと泣いちゃうから、あのチケット買えるようになったんで、またぜひ来てください。あのね、小豆島ゆこうを初めて配信ある時にやったんですけど、見てくださった初めての方とかどうでしたか？なんか小豆島ゆこう思ったよりなんか変な曲だったでしょ、それがいいところなんだけど、あの雰囲気さ、四国メンバーのさ良さめっちゃ出てない？小豆島ゆこうファンキーレトロみたいな、めっちゃ良くない？めっちゃお気に入りなんだけど、ジャンボヘリーで流れる、いつか使ってもらおう。そう、めっちゃ良かったでしょ。まあちょっとまた徳島とか来たら聴ける可能性が高いんで、毎回やるわけじゃないね。なんか昨日はやんなかったし。そう、なのでぜひいらしてください。おしゃれだったでしょ。しかも今日オリーブレモンのやつをなんかその掛け声を練習したんだけど、なんかそのアイコチとかリコチとかにも手伝ってもらってちょっと待って、練習したんだけど、いやなんかうますぎ、広島の人リズム感すごい、広島の人めっちゃオリーブレモン初回なのにうますぎて、まあ多分ね四国で練習した人が来てたんだけど、うまかったです。あとリコチたちのあの煽りがおもろすぎて、思わずオリーブ色とレモン色にペンライトを変えてらっしゃったっていう。でもあれ半分からこっちって言って、俺は今日オリーブでとかやるのめっちゃむずいから全然変えなくていいんだけどあの風習できたら初見の人むずいなって思いました面白かった今日。そう、あれマイキューがねめっちゃお気に入りなんだよね、あのコールそう、マジいいって言ってるそう、だから皆さん練習してください、どこでやるか分かんないけどね。まあ、福フェスではやろうかな。そう、真ん中ら辺の人は好きな方でいいですよ。そう、大体で。そう、私あのオリーブレモンの掛け声のやつめっちゃアドリブでやったの初回、香川の時メンバーびっくりしてて、そしたら意外となんか気に入ってくれるファンの人とかも多くて、そう、なんかメンバーも小豆島の曲好きですって言ってくれる子多くて、そうそうそう、よかった。なんかね、ふとして思いつきでやったものが結構浸透してきてるなって、嬉しいなって思いました。続けてほしい、本当？どうなんだろう、まあ、みんなに馴染むまで、そんなもうツアー終わってから披露する機会があるか分かんないけど、てか四国公演全然やってないな、葵ちゃんの生誕以来やってない気がする。うー、香川2回とも行きました、ありがとうございます。
うーん、てかお腹すいた。チンジャオロース作ろう。あ、ミケちゃん頑張った5個。嬉しい。ありがとう。頑張った、マジで。そう、新曲3曲も覚えたし、おとといぐらいに初めて、そう、2日、てか昨日はライブあったけど、2日で覚えた3曲。マジでもう全然寝れなかった、その3曲を覚えるので。ありがとう、頑張った、みけちゃん、ありがとう。マジ本当に頑張った、マジ頑張った。あー、すごい追い込まれた2日間、3日間ぐらいでしたね。頑張った。でもみんなさんに楽しんでいただけたらもうそれでいいんで、私は明日も楽しませます。はい、なんか見ててなんか楽しそうだねって思ってもらえるような顔で踊ってるからこんな顔で踊ってるから分かんないけど、うん、とりあえずみんなにおもろいなって思ってもらえるようなステージにしたいなと思ってます。ありがとう。そして私はピーマンを買って1週間ぐらい経つから、そろそろガチでチンジャオロースを作らないと。作ろう。料理する、スリッパ、あ、あった。余裕もなくて、ずっと久々にピーマン買ってけど1週間放置するぐらい料理する暇がなくて、やっとだ。あ、置いた。ミラもありがとう。一部の量は楽しかった。あ、よかったです、それはもう何より。わあ、ピーマンとこれ入れる。な、大丈夫？青くなってるとこやめた方がいい？なってるとこは切り落とす。
よっ、よし、本当に楽しかった。何よりですよ。よし、フライパン。こんばんは。油入れるのか。チンジャオロース丼にしよう、ご飯で。オリーブタイ負けましたもう毎球次第だから、それはしょうがないこんばんは。豚肉追加しようかな。でも3期生さんがめっちゃなんかもう可愛すぎて。一緒に出れてよかったです。最近新しい STA 見れてよく嬉しい。アズミンがめっちゃね頑張ってくれてます、本当に。一緒にいろいろ考えて。何作ってんの？チンジャオロース。ピーマン6個食べます。まあ、え、チンジャーロースってさ、豚肉？牛肉？まあ、いっか、これで。今こんな感じです。
頑張ろう。いい音してるね。グッズグッズ。こんな感じでこれをご飯にのせます。やばい。じゃーん。
で食べよう。あー頑張ったマジで。あフォーク持ってきちゃった。スプーンかと思った。フォークでいいか。美味しそうだよね。いただきます。でーん豚肉、ピーマン、たけのこ、じゃあミラボありがとう。どうぞ。あ、本当に食べたい。熱々。あ、ガリちゃんだ。うまっ。はあ。なんか昨日さ、関係者の人にマイク向けちゃって気まずいあるある言ったじゃないですか。今日リコチがめっちゃマイクで2階席の人もありがとう見えてるからねみたいなの言ってて、でも2階席全員関係者でうちらおもろかった。おもろいイエーイとかやってくれんもんなお反応がねえなみたいなもうあるあるです本当に。気まずい、あれはほんまに重かった。あとカメコタイムのリコチとのあのラブラブ写真もいっぱい溜まってきて可愛いです。うまっ、我ながら。A C U 41 Say Yeah。 うまっ。赤チェックの衣装可愛かった、ありがとう。なんかめっちゃパンツ見えてないか心配だった。スタッフさんがめっちゃ心配してた、みんな大丈夫かなみたいなお尻丸見えだけどみたいな。う
ちらも着慣れてないしスタッフさんも見慣れてないのよ。アップ。でもやっぱライブに来てくださるファンの方に本当に感謝で、7軒回らせていただくって本当にすごいことだからありがたいですね。まなんか山口最近行ったなと思ったもん。ピオさんのあの卒校で清さんの卒校で行って、なんかあれがツアーって感じ、なんか体感的に。明日山口日帰りだからハード。私は山口日帰りかつ次の日5時半集合。終わった。荷造り何もしてねえ。チンジャオロース丼うま。ピーマン6個丸々食べたら結構栄養価高い気がする。ピーマンビタミン豊富かな。ビタミン取りたい夏は。日焼けするからね。冷まして食べないと胃腸を痛める。あ、そうなんだ。フランカッパ。高いらしいね。なんか一玉1000円ぐらいするのキャベツ。全然そんなイメージはないですけど。本当に？オッツ。
美味しかったです。ちょっと皿洗わないとやばいな。皿洗うか。うんうんうん。よいしょ。よいしょ。100円ぐらい上がってる。あ、100円で済んでるの逆に。なんかもっと上がってるっていう噂だったから、どんなもんかいねって思いよったよね。いただきます。いただきますじゃない、やばいやばい、マジやばかった今。お皿洗えそうまたご飯食べるとか袖間違えた。えらい、ありがとうございます。もう食べない、もう食べませんよ。あ、ラップありがとう。ミラボ、3公演やばい。てか明日もやるのもやばい。寝るの、うん、ストレッチして寝るね。最近は体調が心配になる。体調だけはね大丈夫なんだけど、なんかやばいけど、もうなんとか持つのよ。けどさ、体調不良者が毎公演出てるじゃん。だから私はもう心配で心配で、みんなで完走したいけどちょっとそうもいかないっていうのが悲しいからさ、なんかそこはさ、ちゃんと管理してあげてほしいよね、大人の人は。心配です。みんなめっちゃ無理してるから。スケジュールってどうしようもならないからね、うちは。無限に元気な体は欲しい、とっても欲しい。よし、帰ってきた。
来てくれてありがとう。瀬戸内の声の前のとこさ、なんか喋るんだけど、いつもちゃんと喋れてる？なんかすごい浸っちゃうんだよね、あそこで。瀬戸内の声っていう歌が良すぎて。毎回あれアドリブなんだよな。ゴリバの MC っぽい。あ、でもちょっとそんな感じ、なんか雰囲気作ってやるみたいな感じだから近いかも。ダチーズメイトル、ほんと？アドリブなんか。あの、福田しゃべり3分って書いてあって、いや、3分はさすがに生誕祭でもないのに無理。そんなんはちょっと11公演で3分喋ってたらやばいってなって1分ぐらいにしてるんだけどいやいやいや、3分は無理、無理ってかファンも嫌でしょってさすがにそれは拒否してます3分は生誕祭だよね嫌でしょ、ファンの人も。いや、早く次の曲行ってって感じですネタ切れになる。いや、でもネタ切れにはなってない。なんかその件のことを考えて、でなんかメンバーの映像がめっちゃいいじゃないですか。あのね、2期生のオーディションの映像でちょっと泣きそうなんですけど、なんか目の前で見てたからかな。なんかみんなの入った時の映像を見て、なんか思ってたこととか、やっぱでも広島の追加公演の日が一番すごいなんか心から喋れたかなって思ってて、配信がなかったからもう何言ったかはさ、もう闇に葬られてるとかもう言えないけど、なんか広島の追加公演の日ってすごい愛を感じたというか、なんか来てくれてるファンの人に対してすごくなんか、なんか ST をずっと好きでいてほしいなって気持ちというか、なんか、なんて言うんだろうな、すごい広島の追加公演が私的に一番エモくて、なんか桜の花びらたちとか歌いながらめっちゃ泣いてたんですよ。配信なかったけど、昨日はなんか喋ってたな、自然と何も考えずに。刹那で遊ぶのもアドリブ。あ、刹那？刹那は自由だよ。一列になった時何してもいいとこ。もう食べた。明日も来てくださいね、皆さん。来た方がいいですよ。明日は配信ないけど、岡山はまた配信がございますので、お楽しみに。
ガラス瓶最高だ。なんかめっちゃガラス瓶やるよね。今日海の色もガラス瓶もやって、あれこんなに四国の曲が。でもなんでかって考えたら、四国はユニットの曲が2個あるから多いのかって。青春風生きてる人も結構。あのガチャダブりもある、あるよ。結構ダブってるよ。息をする心も2回ぐらいやったし。雨とか涙とかは3回ぐらいやったな。ね、今日ちゃんがらのさ MC さ、昼のソラハがさ、ちゃんがらさ最後に当てたんよ。ちゃんがらをみんなで弾くってや MC で、で外れ外れ外れで、やばいこれ当たらんやんってなって、最後にソラハが当てたの。マジ天才だと思ったんだけど、あれ仕込みじゃなくてガチだったらしい。なんかもう MC の神様がさいるよね。最後に出るっていう、なんかもうバラエティ分かりすぎだろみたいな。あのちゃんがらさんすごくない？あの後あのソラハのステッカー完売したらしい。さすがです。チキチキとかありがとうございます。
終わったー。皿全部洗ってし、口も洗った。ピース。皿洗いが終わりました。ピース。移動します。11時半だ。よいしょー。あー、マジ頑張ったわ今日。うー、おかえり。ありがとう。かわいい、かわいい。あ、福フェスの、そうだ、話題が多すぎて。あ、福フェスのポスター貼ってた？本当？はい、今回、今日、皆さん、福フェスのツイート、リツイートお願いします。今回新しく福フェスの出演者さん発表させていただきました。今回は、常連アイドルさんです。クピポさん、タバサキセンセーションさん、ハローユースさんです。もう一面ですね。あ、もちろん STU48 も出ます。はい。今回ね、まあ、どのグループ、全グループとはコラボできないけど、まあ、コラボするとしたらアイドルだと思うので、そちらの方も楽しみにしててください。パセリがレモン隊の全国大会に行くんだ。ウケる。ウケる。どういうこと？はい。9月7日土曜日、ぜひいらしてください。特典会情報とかは各アイドル様にお問い合わせください。レギュレーションとかは。
なんか今回のツアーでステイルの曲全部やるじゃん。だからなんかファンの人の反応とか見て、なんか福フェスでどの曲やろうかなとか考えてる。そう、なんか衣装もいろいろ着てるから、衣装もなんかどれが踊りやすいかなとか、見栄えするかなとか考えながらなんかやってるな。なんかちょっと懐かしい衣装とかもさ、なんかセーラー服みたいな見れてすごくいいよね、7周年って感じで。ゴロミは出演しますか？起きれたらって言ってた。かわいい。やった曲やってない曲みたいなリスト化してる人いるのかな。メンバーですらあんま把握してないけどね、もう何が残ってるか。明日は山口、周南ですね。周南は広島からすぐなのでぜひいらしてください。こんにちは、こんばんは。ウィッチーズイッチは追加公演でやってたな。ガリンゴ、今回は練り歩きの時にファンの方の近くに行ったり、カメラに収めてもらえる、ね、お見送りられ会の時が楽しいですね。やっぱ近くに、なんか握手会とかもうやればいいのにね、もはや。あんだけ近くに行くんだったらと思わない？ほぼ触れる距離ですけど。はい、公演やフェスがたくさんあって羨ましい。今多いね、ライブが。 STU 素晴らしい。ない時マジないから。明日髪型どうしよう。他の子のうちは持ってるの見つかって大変。え、そうなんよ。なんかもう誰がとかじゃなくて、もうねすごいよ、みんな言ってる。メンバーみんな気をつけて、あの練り歩きでタンオスじゃないのめっちゃバレてるみたいな。みんなえって言ってるって言ってた。私も何人も言ってる、今回のツアーで何人も発見して、何人も目の前で緑に変えさせてる。えみたいな、今持ち帰ったよねみたいな、はっみたいな顔するの、ファンの人バレたみたいな。知ってる、あの分かってるよ。花垂公園とかさ、四国公園とかだったらさ、私推しだけどさ、ちょ3期生とかさね、普段一緒にやんない子とかがさ、できて一緒に出たらさ、なんかそこの現場で出してる色も出さなきゃいけないんだろうね。
バレてますから。そうなんだ、サンキちゃんではその人推しなんだね、ふーんみたいな。エアグーパンしてる綿棒 よく見る。そうだよね。いやもうマジでメンバーみんな言ってるからバレバレだって。福田警察怖いっていうか、めっちゃこれもうみんな言ってますよ、メンバーが。バレるって。そう、えって。緑は？マイク向けてくれてありがとうございます。マイクも向けてます。急に向けられて関係者じゃなくてよかった。はい、急に向けたりするのでよろしくお願いします。みんなよく見てます本当に。なんかでもいじられてるうちはまだ可愛いかなって感じ。なんかもう私はなんかいいんだけど、全然楽しいって、全然その吉岡弁がいるのはいいんだけど、なんかじゃあ別にいや二人とも好きなんだよははは、とか言ってけばいいのに、なんかいやみたいな、なんか難しい。なんかうん、なんか白を切られると、あはいそうですかみたいな感じで悲しくなっちゃう。いや別にこっちは半分冗談でこう混乱してるのに、なんかうんみたいな。目を絶対合わせないというかね、ちぐ白毛虫しらしらみたいな、もうお辞儀は悪いですピエ一理に言ってるだけなのに。はい、まあ皆さん緑緑でよろしくお願いします。今日一の眼球。緑しっかり見てますので、ライブ中。あ、ペンライトありがとうございます。でもね結構ね、そのこのツアー前に辞めた一期生、なんか南とか道とかさ、なんかひなちゃんとか、まあ言ってましたらキリがないからもうみんな言わないけど、そののファンの方でも大体顔わかるんですよ。この人ひなちゃん推しだなとか、道推しだな、南推しだなみたいな、そういう人たちがなんかおとそつしてるのかと思いきや結構いて、ありがたいことに。ほんでペンライトの量が変わってるわけね。でもなんかまだ推しのシートが入ってたりするの、ペンライトフィルムが見て、あーえーこの子推しになったんだほーんみたいな、あーえーそっちからそっち行くの意外みたいな感じで勝手に見てます。多分ちょっと図星な人いるかもしれないけど、なんか、うん、結構そういう目で見てますね。今日もいっぱいあった。へえ、南に推してだったあの人、え、あれいなくなったらそっちなんだ、ええー、そう何きっかけだろうみたいなね。でも結構ユニット内で推し変が多いから、チャートリーの子人はチャートリーの中で推し変してるし、ね、あのスタジオの子はスタジオの中で推し変してるしみたいな感じで、うん、傾向がつかめてきた。ユニットの中の推し変が多いかもかな。まああとまあ1期生は1期生同士、いや意外とそうでもないな、うん意外とそうでもない、やっぱユニット内が多いな。そう、まあ見る数が多いからだろうね、目にする数が。そうでもまあそれは別になんか偵察とかじゃなくて、なんかなんだろうな、 STU の推しがいなくなってもなんだろう、 STU の推しがいなくなっても STU を好きで応援してくして現場に来てくれてるってことがすごい嬉しい。推しいなくなったらモチベなくなっちゃう人もすごい多いと思うんだけど、結構ね
あのその1期生のね推しの人がね来てくれてて、あ、よかったって。そう、嬉しいですね。それがこんばんは。ありがとうございました。今日長い一日だったぜ。やっと終わったぜ。明日も頑張ろう。あ、リコチからもなんか来てる。もう広島行くことないかなとか言って行くやつ、素晴らしい。ぜひ来てほしいですね。よいしょ。STU の愛の重さのミュージックビデオは6月2日に発売、ちょっと公開されるらしいです。はい、6月2日だから岡山ツアーの日か。え、ワンチャン現場で流すんじゃない？岡山のツアー来てる人は見れるみたいな。どうなんだろう、ないか。いや、でも配信に載せたら、 STU の公式が載せる前に転載して載せられたらいけないから流さないか。いや、流さないかな。どうだろうどうなんだろう、配信に映るとこでは流さなさそう。愛の重さのミュージックビデオ楽しみにしててください。岡山じゃツアー7周年ツアー千秋楽の日ですしかし紅茶10個ありがとう。楽しみだね。うちらもまだ見てないからどんなんか知らんけど楽しみですな。アイスありがとう。チュールチュールちゃうチュール。明日の目覚ましかけたくないけどかけよう。
人。うん、今日洗濯してるよ。タオルが乾くかな。うん、偉い偉い。生猫坊主めっちゃ可愛い。ありがとう。だ。可愛い。生猫坊主可愛い。可愛い。笑顔が素敵だった。ありがとうございます。かわいい、かわいい。かわいい、かわいい。かわいい、かわいい。こんにちは。かわいい、ありがとう。かわいい。なんか紅茶とかありがとう。ありがとう、ありがとう。甘いおとじんべい、かわいいごっこ、ありがとう。にゃんすけさん、ケーキ？あ、誕生日だったから食べてないよ、すけちゃん。ケーキ食べない。あ、でも生クリームみたいなのちょっと好きだけどね。チュールケーキがいいんじゃない。にゃん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 。うー、あー頑張ろう。みんなで乗り越えてる、いろんなもの。生徒再開していただきます。わーいわーいわーい。あ、セブン当たれ当たれ当たれ。外れた。
アリ。当たりー、アリ。マグロからの当たり、あかり。マグロからのあかり、おめでとう。当たれって祈ってよかった。私の祈りが通じたでしょ、正直。福田ポイント溜まってんじゃない、結構。すごいよね。当たりが、おめでたい、おめでたい。福田ポイントって何？あんま深く考えちゃいけない。明日頑張る。せいちゃん当たり、え？当たった？え？せいちゃんおめでとう。チュールゲット。え？今日当たりすぎじゃね？え、すごくない？今日フィーバー。え、すごい！今日めっちゃ当たる日だよ。だって、え、当たり3本？ 4 本？外れ1本2本？え、マジすごい。え？服が届いてる。今日めっちゃすごい。なんでだ？格変？ショールームの担当の人設定ミスった？バグ？イエーイ。すごい、おめでとう。福の神、イエーイ、福の神。ありがとうございます。おみくじ猫ちゃん。すごいね。お疲れんこん。服が届く。はあ、猫好きのルームは当たり説。あー、なるほど、猫忖度。そろそろお別れ、ランキング読むか。今日はいい日だ、最高。アーラップありがとう、近いしありがとう、マグありがとう、目黒の工事、昼夜お疲れ様、楽しかったです。明日も頑張ってね。頑張る、よかった、楽しんでもらえてありがとね。かんちゃんありがとう、甘い踊りジンベイ弟ありがとう、弟お姉ちゃん。山猫坊主ありがとう、青鷲お疲れんこん、ツアー広島楽しかった、ありがとう、明日も頑張ってね、どこかにいます、では。お、マジ？来てくれるんだ。探します。ありがとう。カンズ、ありがとう。埼玉のおいたん、ありがとう。おしめなみん、今日オリーブレモンあったんですね。初めて聞いてから耳から離れません。配信で見ます。楽しみだ。そう、初めて映像に乗ったから。楽しみに。楽しみだね。いろんなとこでやるのが。浸透していったら。セブンありがとう、ミケちゃん物販、福ちゃんの全部くださいってワイドより言ったぜ。え、福ちゃんの全部のせとかあるんだ。
おもろい。全部来た、それ。ありがとうございます。嬉しい。そうだ、香川愛媛の時、うちは全然なくて。そう。2枚ぐらいしかなくて。え？みたいな。広島で入荷するって言ってたから、広島ので入荷されてるはず、うちはとかがあった、まだ。香川愛媛やばかったからね、マジ。はい。ぜひグッズゲットしてください。私が福田はって言ったらストーチって言ってください。おりますと、福田はストーチ。サンダルメシはどんな決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田赤井でした。皆さん今日も一日ありがとうございました。お疲れんこやすみみんゼミです。今回のうちは可愛いよね。そう、めっちゃ見えやすいし、こっちからも。ぜひぜひ。グッズ1個選んで買うならうちはかな。タオルもいいけど。って思います。はい。あとはクリアポスターとかあるんだったら、そちらも。ぜひ。チャレンコやジーミンデムです。ありがとうね、マジ。楽しかったです。頑張った。明日も頑張りますので、よろしくお願いします。チャレンコン。チンジャーロース美味しかったな、哀れながら。美味しかった。おしめななみ、トコ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 。チョコ10個ありがとうございます。みけちゃん、ファイト10個。ファイト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 。あー、頑張ろう、マジで。みんなで応援してくれてる。行ったら緑の推しの人がいる。頑張る頑張る、マジで。ありがとう、いつも。またね。バイバーイ。アーツ！え？待って！当たり10個だ、これ！え、やばいやばい！当たり10個だよ！一気に投げたら全部それになるもん。え、やばいやばい！え？アーツ当たり10個おめでとう！チュールパーティーじゃん！ジジ懐き放題。おめでとう！アーツありがとう！全部当たりだよ！やべえ！